どうも皆さんこんにちは、ゆきです。さあ、今日はですね、ビットコイン、インスタリオ、リプレイ、こちらのメインさん、メガロー、元気よくチャート分析していきますので、ぜひね、最後まで気軽にお付き合いいただけたらな、というとことでございますが、本日がですね、8月の20日あ土曜日ということでですね、週末ですね。えー、ということで、いつも通りですね、明日日曜日はお休みとなりますが、えー、本日、ただいまお時間が、午前11時、ジャスティスということでですね、えー、今日もですね、皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ、パワーということでですね、えー、僕のチャンネルでは皆さん、 皆さんのチャート分析に役立つ情報を日々,日々配信しておりますので、今日の動画を見て、参考になったな、ためになったな、面白かったな、なんて思っていただいた、あそこのあなた、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタン、あとベルマーク通知をオンにして、チャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、早速今日も始めていきますが、いつも通り告知だけさせてください。ただいまですね、僕のおす,すめ知る仮想通貨の取引所のバイビット。こちらですね、僕のチャート分析はすべてバイビットのチャートを使っております。こちらの今、皆さんが見ている黒い画面ですね、こちらはバイビットのチャートでございます。こちらのバイビットでですね、ただいま、動画の概要欄一番上、ご覧くだ えー、超超超特大のボーナスキャンペーン中でございます。なんとですね、入金いらズでございます。簡単3ステップをこなすだけで、えー、ボーナスをも,もらえちゃおうよっていうね、キャンペーン中でございますので、ぜひね、動画の概要欄、チェックしていただいて、えー、簡単3ステップ、えー。まずはですね、そちらの動画の概要欄にの一番上にくっついてるですね、えー、まずはバイビットの講座を解説するという URL から講座を解説してください。その後は MT4 にログインしてもらう。えー まあアプリやったら、えー、ダウンロードしてね。で、ログインしてもらうバイビットの講座を作って、えー、バイビットの、えー、MT4 講座も作って、そのバイビットの MT4 講座と、えー、MT4 を連携させるってことですね。連結させるってことですね。はい。で、えー、KYC、こちら本人確認。 えーですね、レベル1。えー、こちらですね、運転免許証えー、とかですね、えー、身分書を提出してもらって、あとは顔ヒュンヒュンヒュンってやって自分がこう立体ですよっていうのをアピールしてもらったら、えー、簡単に終わりますので、こちらの3ステップ踏んでもらったら、なんとですね、日本円でいうところの換算4000円分ぐらいかな。 えー、約4000、えー、えー、30USDT ですね。をもらった状態でね、バイビット、えー、スタートすることが可能ですので、ぜひですね、こちら、えー、特大キャンペーン参加してですね、まだバイビット使ったことないよということを、この機会に、えー、お得にね、バイビットライフをスタートしていただけたらなというふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、一応ですね、今後半っていう形になってるんですが、28まで。 えー、とりあえず一旦ね、あのー、まだ枠はあるんですけど枠、枠は全然あるね。一応先着150名ってなってるけど、全然枠あるん、ね、で安,安心してください。えー、8月の28日までに、えー、こちらの簡単3ステップを全部ねこ、えー、コンプリートしといてくれたら、9月の1日にまとめてね、特典センターの方で受け取れるような形にしますので、えー、そちらから、えー、受け取っていただけたらなというふうに思います。前半にもう終わってるよっていう方は、特典センターにもうね、皆さんの特典、えー、センターの方に届いてますので、えー、そちらからね、えー、受け取り忘れないだけしといてください。で えもしですね、自分やったつもりやねんけど、あれ30ドル、えー、30USDT もらえてないよっていう方はですね、あのー、こちらも動画の概要欄にオフィシャルラインっていうのがあるんですけど、あのそちらにメッセージください。あのもしかするとリンクとかが外れてると、もうちょっとこちらではどうしようもできないんですけど、あのー 何て言うんかなもし、えー、全部できてんのにね間違って僕のね前めのしゅんちゃんが見逃してて、えー、ボーナス遅れてないという方もいらっしゃるかもしれないのでもしねあのー、そういった方がいらっしゃれば、えー、ご連絡いただけたらなというふうに思います。はい。ということで、えー、そのところでですね、えー、告知もいろいろと、えー、終わっときまして、えー、今週最後の動画を撮っていきたいなと思います。 ただですね、えー、今日はちょっとね、久しぶりにオープニングトークして、えー、から、えー、チャート分析に入りますので、えー、別にね、僕のファンじゃなくて、チャート分析だけ見に来ているっていう、えー、そこのあなた、えー、動画の概要欄にこちらもね、チャプターつけてますので、えー、そちらから自分の好きな銘柄のチャート分析まで、ポチッとしてねあの、勝手にこのオープニングトークを自分でカットしてください。はい、えー、ということでですね、えー、僕のファンの方はそのままオープニングトーク見ていただけたらと思います。はい、ではここからオープニングトークなんですけれども、 えー、昨日ね、だいぶ久しぶりにね、ちょっとあの、ボイストレーニングがあったんで、ボイトレはもう毎週行ってね,ね、毎週、えー、ボイトレをやってんねんけど、久しぶりにちょっとカラオケ行きましてね、いや、この歌やっぱ名曲やなっていう曲がね、あったので、えー、ぜひそちらのね、ワンフレーズを歌ってから、えー、気持ちよくなってから、えー、チャートの席に <laughs> 移っていきたいなと。<laughs> 自己満でございます。ありがとうございます。はい、なので、えっ、ー、と、先に言っときますよ。あの、今、ここをまだ見ていて、僕のファンじゃない方、えー、今すぐですね、チャートの席に飛んでください。はい、あのー、 こんだけ言って見た結果ねそんなんいらんとか言ってくるのはもうお門違いも甚だしいから <laughs> さっき言っとくで自分で茶豚使っちゃ豚使って飛んでくださいチャート分析まで <laughs> いいですかはい <laughs> ここから自己満やから <laughs> ここ自己満ね <laughs> はい <laughs> ということで、えー、ではそのワンフレーズを歌って,てですねチャ、えート分析をして、えー、今週を締めくくりたいなというふうに思いますでは、えー、昨日僕が、えー、久しぶりにカラオケをいに行って なおかつちょっと夏メロ的な感じで、ね、歌ってみたところあこれ名曲やなと思ったところの、えー、サビドワンフレーズを歌ってね、えー、今日の動画を、えー、スタートしたいなと思いますではお聴きください <laughs> このテンションで歌えていくのはすごい難しいよね実は<笑><笑>ではいきます「今日だってあなたを思いながら」 歌うたいは歌うよずっと言えなかった言葉がある短いから聞いておくれ愛してる <laughs> ということで、えー、斉藤さんの歌うたいのバラットでしたね。いや、めちゃくちゃ名曲ですね、やっぱりね。はい、ということで、今日だって僕もですね、あの、あなたを思いながら、えー、チャート分析をしていきますので、ぜひね、最後まで、えー、気軽にお付き合いいただけたらなというところで、うまいことしまったところで、えー、チャート分析に入っていきたいなと思います。はい、では、えー、今日も京都でビットコインがいこうかなと思うんですが、 いや、割れました。えー、割れましたね。綺麗に割れて、えー、僕の言っていたてっぺんから言ったら、ね、えー、まあたい3000ドル幅ぐらい落ちてるのかな。 ねえ、撮れた方、素晴らしいですね。え、はい、おめでとうございます。で、こっからの流れですよ。結局、まあ、過去はね、あくまで僕のどやりたいだけのね、ど、どやりたいな、だけなので、あの、それは置いといて、えー、こっからのね、先の流れを、まあ、皆さん知りたいというところだと思います。ただ、まあ、先にね、あのー、前置きとしてというか、えっ、ー、と、逃げ道として言っときますけども、えー、誰もですね、チャートの右側なんてわかりません。要未来なんて見えませんので、えー、こっからあくまで僕の、えっ、ー、とー、まあ、勉強してきたね、チャートパターンとか、まあ、いろいろ組み合わせた中の、僕のあくまで見解でございますので、個人的見解でございますので、 えー、こちらはですねあの僕は特に未来が見えてるわけではございますのでそちらはですね、えー、ご理解ご了承のいただいた上でチャドト分析は、えー、エンターテインメントプラス、えー、皆さんのねあのシナリオ作りの何か一つのね参考にしていただけたらなという風に思いますはいでは早速いきましょう、えー、まず皆さんに見ていただいたのは冷やですね土泥霊陰線が出てきました久しぶりやねこんな陰線ンンでな いやちょっと逆に興奮するよね。はい。で、これでね、まず一つ目、あの嫌なポイントがいっぱい出てきたのよ。え嫌、ー、なポイントがいっぱい出てきま、ま出,出,出てきました、うん。出てきましたよ。はい。まずこれ見てください。これ、週足けね、今日やし見てもらったけど、週足に落としました。えー、今週ね、今から土日ですよ。まあ、あんま動かへんかもしれへんし、ねえ、もしかしたら下体になるかもしれへんけど、下限もうちょっと長くつけてくるかもしれへんけど、まあ、土日は基本動かないと見たら、 えー、このまま確定するとなりますよね。そうなった場合ですよ。えー、1週、2週、3週。1、2、3、ダですね。あ,あの、週足を3本分、えー、飲み込んだ陰線という形になりますので、かなり弱含むという感じですね。嫌ですね。怖いですね。もう多分これはもう今僕のね、あの心の主張である稲川淳二さんもね。 怖怖いな怖いななっって言って言ると思うもう夏もね夏の終わりぐらい夏の終わりですけどもうすぐねなんか最近ちょっとさ全然話変わるけど朝までちょっと数字になってきたよ大阪はね大阪はちょっと数字になってきたねえそれを置いときましてまあ夏の終わりじゃないわ間違えた稲田川が1でもないわそうあのこの3週分の、えー、やっぱりねローソク足実体全部飲み込んでんやったら4週分飲み込んでるわけですよねこれでもし今週もうちょい下まで落としてくるんやったらもう完全にあのー、2万ドル 割れはあのー、射程圏内ですね <laughs> いやですねわかりますよみんなの言いたいことわかるよゲーム積も出る人とか特にねまた2万割れそうなのってね割れんのっていうね感じになると思いますがもうえー、覚悟はしておいてくださいはいもう4本分ね4週かけて上げてきたこのね流れをまるまるね因線一本で飲み込むとなればまあかなり厳しいかなとただねこれちょっとねいろいろ難しいんですよ ファンダで落としてるまあちょっとしたファンダがあったわけですよね。あのー、マウントコックスっていうのがね、あのー、なんか、 返返金金すすするるるとビットコインね返金するみたいなな感じになってるんですよでよやっぱりその中でもねそのまま受け取ったビットコインをね売却してねあのー、お金に換える方もやっぱいらっしゃるからそれがまあ売りやすいになっているっていうニュースが流れてたり流れてなかったりラジバンダリみたいなところがあるのでまあ、それはまた皆さん調べてください僕特にあのニュースとかはねファンダとかは特にあの意識せずにいつもね、えー、リアルタイムでリアルタイムはリアルタイムやな、あのー、チャート分析はしてるのでチャートの中に折り込みずにと仮定した上で僕はチャート分析するというのが僕のチャート分析なので、まあ、そこは 特にあの考えたいないですけどもしファンダで落としたのであれば僕のこれは持論的にファンダで落としたものはだいたいレギュラー価格に戻ってくるってなるとまあおじいちゃんする可能性もなくはないんかなと思ってるおじいちゃんねまあ要はこう V 字回復みたいな感じになるんですけど落とし急落した後にそのまま V 字回復で高値超えてくるみたいな感じのまあ、流れはなくはないかなと思ってるけど今のところリバもそんな強くないので。 ま、今日が土曜日、明日が日曜日っていうのもあるけどね。あるけど、リバーがそんな強くないって考えると、やっぱりね、あの、もう一段下までは見といてください。1万9000かな。うん、1万9000ドル付近。まあ、2万ドルって切り板やんと、ゆうきさんと。いつも言ってるやんけど、切り板は変わりやすいんやでって、えー言う、言うてるやないかいって言うんですが、言うじゃないうん。けど、2万ドル最近1回もサポートされてませんから、ギリッつってね、もう出てくる。 <laughs> 出てきちゃう久しぶりの懐かしのね「は <laughs> たようくか」。 言うんじゃないっていう出てくるから出てくるぐらいの感じのサポートラインは見えないので冷やしレベルで特に見てもね2万ドルでサポートされた実績ないやんこれねほぼまあここがサポートというのですかって話になるけどうんなのでまあそこを加味するとやっぱ1万9000直近でサポートされたところね直近の安値2点サポートされてるからこそここまでの下落っていうのはやっぱり想定はしておくべきなのかなとでえ次のターゲットが1万9000でしょでそこも割れてくるんやったらまあ直近の最安値が1万7500なんですよ で、ここが第2ポイントでしょ。で、第3が、えー、ウェッジの加減ですね。ウェッジ加減1杯までなので、えー、やっぱ1万5000までは見ないといけなくなってくるかなと思います。はい。なので、ここ割れ、えー、2万600割れから、えー、次が1万9000。で、次が1万7500、えー、ぐらいかな。1万7500円ね。1万7500。で、最終終着点が1万5000。えー、ここはまあ一応、 今み、あのー、見えるえ、見えうる、えー、最低条件ですね。状態ですね。うん、最低条件がここですね。はい、なので、まあ、ここまでは想定しておくべきかなというところでございます。ただ、ここからですね、あのー、チャートパターンも用いてね、僕の得意なチャートパターンを用いて考えていくとすると、一応ですね、ここが左肩。で、えっ、ー、と、さっき、昨日も言ってたでしょ、これね、あの1 2万600ぐらいまで落ちてくるかもしれないよって言ってて、もうビタですよ。ね。 そらチャンネル登録者数も伸びるわ。<laughs> これ今日歌ったから減るぞ。ねえ楽しみ。ねえ楽しみですね。はいこれ左肩ね。で頭。 ね出てきたでしょで、ここ右型出てきたら、結局、やっぱ三尊っていう形になっちゃうやん、これね。三ン型になっちゃうので、結局、ここからもし跳ねたとしても、一旦ね、やっぱ一時的になっちゃう。もうここまで来ると、もうレジスタンスだらけでしょだから、えー、直近言ってたら2万1800とかね、えー、その上で言ったら2万2千0 0百600とかね、えー、この辺りもずっと言ってましたね。で、2万6000、えー、2万3600。で、最終防衛ラインが、えー、上のね、上の最終防衛ライン、ふた、ふたの、えー、最終防衛ラインが、えー、2万5000弱ですね、2万4千七百とか。 えー、いうところまで上がってきたとしても結局やっぱりねあのー、まだ抵抗体あるやんっていう状況が続いてしまうのでここに関しては、えー、ロングを持つ方に関してはもうここはもうもう警戒警もう有機警報ですね年年柄年中晴れ晴れ楽しまなくちゃ嘘でしょ、うん、僕の年代の人とは絶対聞いたことある、うん、ギョピちゃんですねうん金魚注意報 <laughs> 懐かしいでしょ超絶懐か,懐かしかったと思うね、うん プレイバックちゃう、プレイバックちゃう、もうすごいか、あのー、昔の記憶が返ってきた、戻ってきたけど、<laughs> はい、<laughs> あの、もう勇気中よ。 ね、有機中意報ですよ。ここまで上がったとしても。なので、もう基本的にはやっぱりロングは短期であると。有機警報を出しておきます。えロングは短期であるっていう頭はしっかりと持っておいてください。ここから跳ねてえ、どこまで上がるにしても、やっぱ部分的に理覚しておくのが僕は正義かなと思います。どこまで行っても、やっぱりこの後三存決まって、ね、えー、さっき言ったみたいに1万5千まで落ちてくる未来があるのであれば、未来があるのであれば、1, 500ドル幅やろうが1000ドル幅やろうが理覚取得に越したことはねえので。 うん、で常にえっ、ー、と損切りラインは、えー、縦値撤退で入れておいてください縦値撤退で損切りラインで、えー、自分の目標まで上がってきたらそれが500ドルやごろ,ろ、えーガ1000ドルやごろーガローガが言われへんねもう何だろうが、えー、理覚をしておくともうここだけはもうお伝えしておきますはいこれでもしねあのー、コメントとかにたまに書いてくれはる人いるんですけどねあのー 含み液が消えちゃいましたとかっていう言葉が出てきた時にはもう僕はもうはぁですよはぁー,ー,ーですよもうはぁーですよもううーんゴンってもう鉄拳制裁ですよもうこれはもう <laughs> 大丈夫僕暴力は一切振れへんので、うん、暴力反対勇気 <laughs> 暴力反対運動、うん、暴力反対運動をしていこうかなと思ってるんですはい、まあ、なんですけどまあとりあえずあのそこだけしっかりと頭に入れておいてくださいあのこっから跳ねたとしてもね今多分ね僕の指し身を信じて2万600で刺してた人もいるでしょうもしくは今ロング入った人もいるでしょうただそうなってきたとしてもうんえっ、ー、としっかりと、えー、まあこれ冷やしなんでねそこまで大きくは見えないですけど例えば4時間足で見てね よいしょ、直近ここ割れたら厳しいよって言ってたラインとかがあったでしょ例えばやけど、えー、2万1600、ここ第1ターゲットよね。これに関しては直近のレンジの上限やと思ったポイントね。はい。 この辺りも、えー、サポレージ転換も起こっているようなポイントになりますので、2万1600。ここはちょっと薄めでいいかなと思います。部分理学的にはね、2万1600。で、次が、えー、直近ね、あの、3層作るんじゃねえかって言ってたところ、えー、2万2300とかかな。この辺りが第2ターゲット。で、第3ターゲットが、えー、2万2700ぐらい。まあ、ここはちょっとね、あの範囲短めやけど、えー、ターゲットとしては置いときましょうって感じですね。はい、で、2万3500、6 0ね。うん、ここから来たら次が2万5000付近まで、えー、っていう感じになりますけど、まあ、そこまで上がられへんのちゃうかなと思います。ど 上がってて上がきたとしてもねはいなのでここは左方そうえ右方想定はしっかりとしておくべき、えー、局面になるのかなっていうところですねはいただこのままもし抜けてくるんであればもうそのまま下目線ですねはえ継続で、えー、例えばやけどさっき言ってたポイントねえー、直近のねこの、えー、安値を切り結んだ、えー、ポイント、えー、トレンドライン白いトレンドラインの裏タッチとかもあったりするんだけど割ったところは裏タッチ見ていくけど上抜けてきたら一度、えー、短期的には、えー、目線 をフラットに戻しててももいいいかもって感じはい、で、えー、一旦ね短期的なロングを取るのかはたまた、えー、抵抗体のところで、えー、背にショートを積んでいくのかっていうのはそれはもう人それぞれ、えー、要は取りたいポジションが違うからみんなそれぞれねなので自分の、えー、取りたいポジションに合わせて僕の言ってるポイントっていうのは、えー、しっかりとねあの要はサポートラインはあのー、背中合わせやから。 うん、あのサポートラインは、えー、ロングのエントリーポイントであるけどショートは理覚検討ポイントになるし、ね、これもずっと言ってるからもうみんな分かってると思う100も承知の上やけど、えー、レジスタンスラインはショートの理覚ポイントやけど逆に言うとロングはえショートのエントリーポイントやけどロングは理覚ポイントになるからそれはですねしっかりと頭の中で、えー、自分の、えー、欲しいポジションに合わせて、えー、反転させてね反転受注受注キー。 かわい,いびっくりする、ね、びっくりした自分でも受注式って言っちゃったけど、うん、反転受注式使ってあのしっかりとね脳内で、えー、変換してもらえたらあの特に問題なくどちらにも使える、えー、ラインになりますから。 そこはしっかりとね、あのー、考えておいてもらえると下手なね、あのー、アンチをせずにも、えー、すぐ済むかなと思います。僕だけじゃないよ、他のね情報配信してくれてる方、ショート目線の方に対してロングの人が、ね、アンチ、これも昨日言ったけどね、うん、こういうのもなくなると思うので、しっかりと自分で、あのー、噛み砕いたら全部が情報になるから消化できるから、どの情報も。だからしっかりと消化するっていうのは忘れずにしてください。あの鵜呑みにしよ,うしようとするから、えー 攻撃したくなっちゃうね俺ショート取りたいの何ロングって言ってくれてんねんってなるけどちゃんと噛み砕いて噛み砕いて飲み込んだらああってことは俺この辺で理,理覚したらいいんかっていうね逆にあ利理覚ポイント教えてくれたありがとうってなるしね逆にえっ、ー、とショートの人がロングの人に対してなんでロングやねんって言うんじゃなくてあなるほどそこで俺この辺でポジション理覚しちゃおうかしらみたいなでもしそこでねバーンって上上がったらうわナイス理覚検討ポイント教えてくれたありがとうってなるやんこれ全然違うで。 うんだから、しっかりとですね、平和的能にできるようにしていただけたらなと思います。はいまとりあえず、今現状はですね、まこの、ここでサポートはもう想定内と、もう十分想定していたポイント通りなので、ここは問題なし。で、ここからの流れですよ。割れたら下目線、割れた時は割れたなりのショートを打っていくと。で、ここでサポートされても、利確検討ポイント山ほどありますから、ロングの方は利確検討、利確を忘れずに、部分的な利確もしくは利確検討を忘れずにやっていくと。で、ショート打ちたい 人はその利確検討ポイントと言ってるポイントロングの利確検討ポイントと言ってるところを背にショートを組んでいくショートのシナリオを組んでいくこれだけでも十分ですねはい、もうなのでもう今日の、えー、僕のチャート分析はほぼ終わったと言っていいでしょう。はい、ではそのままエイサリアム行きますもうほぼ見方は一緒なので今現状ね 一緒なのでまあそんな感じで見ていけばいいんじゃないかなっていうところですねはいでイーサリアムなんですがイーサリアムもかなり落ちました、えー、これもかなり嫌なところポイントまで落ちてきてますで一応僕のね直近の安値で引いたチャンネルっていうのは割れてるんですよ で、えー、サポートって言ってたところは1600っていうところ。ここに関しては、えー、昨日言ってた通り、えー、ぴったりですね。これに関してもサポートラインぴったり。えー、一時的に、えー、止まってます。ただ、ここ割れてくるんであれば、えー、一旦ですね、僕の中では1350、えー、が、えー、セーブ中、えー、セーブポイント、直近のやつね1個あるんでね。ただ、これは弱いと思ってる。僕ね、ここが一番強いと思ってたんで、えー、ずっと言ってましたけど、1600台ね。 1600付近っていうところは、えー、かなり実態でも意識されてるポイントだったのでここは強いとずっと説明してきましたのでここで止まるのは想定内ただ、えー、1350というところは。 ちょっと心もたない。うん、心もたない夜、できるだけ一緒にいたいの差ですね。一緒にいたいの差ラインが1350。で、えー、最終的にここ終わったらもうさすがにもうやべえ、やべえぞっていうね。なあのナダルちゃんが出てくるのやべえぞって出てくるのが1250、えー、ぐらいですね。1200ぐらい。えー、ここはですね、一応2点、えー、抵抗されている。2点、3点かな。1個、2個。 1>, 1個、2個、3個ですね。1個、2個、3個ラインがこの辺にあるので、この辺りはサポートは見ていきたいと。ここ割るんやったら、再度、えー、もう一段下見ていく線ですね。もう線割れたらもうわかんないです。えー、っと、680ぐらい、うん。この辺りまで見ないといけないね。はい。という感じですね。なので、まあ僕、下を、ここから割れたのであれば、下見ていくのは、えー、1350、えー。ここは、えー、っと、心もとないラインですね。はい。で、えー、っと、1250、えー、が1個目。 ま、これがほぼ第一ターゲット。で、第二ターゲットが1000。えー で、その次が680、えー。こんな感じで下を見ておりますよというところが僕のね、あの、下でのサポートラインあたりかなと。まあ、なのでサポートって言ってるから、ショートの方は一旦2架検討してくださいと。はい。で、ここの1600というところで一時的に跳ねたとしても、えー、左肩水準が大体1750ぐらいかなにありますので、ここね、左肩水準があるので、そのあたりまで上げてきたとしても、えー、チャンネルの裏タッチが、えー、かかってきたりとかして、右肩を作られて3ゾーンえー、これはもう一緒ね、えー、ビットコインと同じ見方。なので、えー、割った場合は、 三尊、えーンンえー、のネックラインに対して戻ってきたところを、えー、打っていこうよという感じですね。はい。で、一応ね、ちょっとこれね、あのー、トリッキーな感じ。あの、トリッピーちゃうで。あのー、シマシマトラの島まじのトリッピーじゃないで。あのー、トリッキーね。はい。トリッキーな、えっ、ー、と、チャ,チャート分析というか、見方をするとなると、ちょっとね、ごめんね。先、この丸消しとこうな。後で消すの大変ね。よいしょ。これね。 今回このずっと引いてたこの直近みんなが昨日まで見てたチャンネルなんですけどこれは直近の安に対して引いてましたただここのこの波に対して引いた場合はこのチャンネルで良かったんですけどここの上昇この上昇ねこの上昇に対してもしチャンネルを引くのであればチャンネルを下方修正することができちゃうんですねこれちょっとあれやであくまで希望的観測やでこれはね楽観視したいがゆえの,あの妄想と思ってもらってもいい。 このチャンネル、この、えっ、ー、と、上昇に対してチャンネルを引いた場合、安値で引いた場合は、一応ね、中央線もね、あの聞いてるので、これ見てもらった方がいい、中央線ね。えー、ここも中央線。 この辺ね、この辺中央線。えー、中央線も効いてるので、まあ、そこまで、えー、と無理やり、無理くりなチャンネルの、えー、下方修正じゃないかなと思うんだけど、それで考えると、まだチャンネルは割れてないっていう形にも見えるというところです。はい、なので、まあ、一応、この1600っていうところ割れたらっていうのはこ、このせい。ここを割れてくると、えー、結局、チャンネルも割れてくるので、結果的に下目線という感じね。はい、で、ここで右肩作ったとしても、いち早く気づける形になる。 ンゾンえー、このね1600いうところがネックラインになった3ン,ンを作る前に警戒してショートに、えー、脳みそを切り替えていくポイントにもなるからこのチャンネル割れ見、えー、肩方を作ってきた時にチャンネルを割れたら、えー、1650ぐらいになるのかなこのまま、えー、もうあくまでこれ妄想やで、えー、1650ぐらいとか、まあ、これはチャンネルは引いてくださいみんなで、はい、チャンネルの加減割れたら、えー、一旦このね1600までの間に、えー、どこでショートを打とうかなっていう脳みそに切り替えれる、うん、でえー 割った時に、えー、追ったに追かかけてのショートするのか、ね、戻ってきたところショートするのかこれはまあ人それぞれのシナリオ作りのやり方があるからそれは皆さんで作ってもらえたらと思いますが、うん、なのでまあ一応この直近安値で引いた場合のチャンネルでそうなってくるとここのね よいしょ上限がもう1点増えてくるから、なおさらちょっとチャンネルが強く見えるかな。下は1点でね、ちょっと、あの、これも心もとない。うん。あの、心もとないって言ったらみんな頭の中ですぐ流れてくるやろ。心もとない。それは勇気の作戦。はい。もう勇気から離れなくなっちゃう。ね。<laughs> はい。まあ、それは置いときまして。えー、直近のやつね、1点やけど、まあ、今回2点目として、えー、聞くのであれば、えー、結果チャンネルないっていう感じで、えー、上限目指していくのやったら、えー、2150がまたね、最大の、えー、防御壁になるかなというところなので、 はい、2150抜けるまではどっちみち、あのー、まだウェッジ内ですっていう感じで僕は見ておりますのではいあのそのあたりはしっかりとね、えー、状況っていうのを把握しながらチャートを見ていくといいんじゃないかなというところでございましたはいもうほぼ見方は一緒なのでこれぐらいでいいでしょう、えー、イーサリアムもね、えー、イーサリアムもね <laughs> はい、はい、では続きましてがえー、っとリップルちゃんよいしょリップルちゃんいきましょうリップルちゃんはねちょっとあらかじめちょっとねこう,こういう感じで出してたんですけど ちょっと面白いなと思って、えー、この形で出しました。えー、っとね、やっぱサンゾンの見方は一緒。サンゾンの見方は一緒で、えー、ネックラインがね、0.32ぐらいかなになってるんかな今ね。はい。で、このままサンゾン組んでくるんやったらこんな感じかなと思って、えー、っと、横軸出しておきました。ま、あ、この考え方に関しては、ビットコインとイーサリアムにも落とし込めるから、これはみんなでやってよ。自分でやってよ。全部。 もう別に僕、親鳥じゃないから、みんなのあの親じゃないから、そこまでせえへんから、<laughs> 自分でやって、それぐらいは。<laughs> それぐらい自分でやってほしい。どんだけね、どんだけって感じです。はい。あのー、こんな感じね。で、出しときました。で、左肩水準がだいたい13日かけてます。左肩ね。左肩作るのに13日。で、だいたい頭を作るのにまあ、24日。 24日間かけてて、えー、頭を作ってきましたね、こんだけの横軸かけてでここからですね、えー、13日かけてまた右肩を形成してくる可能性があるよというところですねこれを抜けて横軸を組んでくるんであれば要はこの三像に関しては時間切れという形になるから、えー、一旦目線をフラットに戻していくてまあそれが答えが分かるのは13日後やからまあしかもここどっちみちで0.32って割れてくると僕の最終防衛ラインで考えている0.3っていうところに、えー、トライしてくると思うからここ割れたらもうあれですよっさまっ

どこまで落ちるか分かんないっす、はいすただま0.3っていうところを、えー、最終防衛ラインにするにあればここに関してもまだね今度はねこの3ゾーンが見えてくるみたいなどっちみちもどこまででも3ゾーン見えちゃうんやけどまあ難しいまあしかも底根県で3ゾーンやからねあのそこまで意味はないって言われてたりもするんですが僕はねもうチャートパターンっていうもの自体がもうルールとして染み込んでると思うんですよ。 だから今まで昔やったらであくまでその三尊を見つけた時は、ね、高根県で三尊が出たからあこれは三尊なんだっていう認識から入ってで、えー、今まで語り継がれてきて、ね、それこそダブルトップダブルボトム三尊、ね、逆三尊、ねえー、トリプルトップ、えー、トリプルボトムとかって出てきてるんですけど今はもう脳みその中でみんながもうそのチャートパターンっていうのをもう飲み込みすぎてしまって高根県やのが安根県やのが僕は出てきてると思ってるので今は。 だから僕の中では、えー、と確かにその ね、強さ弱さっていうのはあるで例えば右肩上がりの何々はちょっと弱めやなとかえ、ね、右肩下が,下がりの何々はちょっと弱めやなとか、ね、えどっちかっていうとダブルトップとダブルボトムえ違うダブルトップとトリプルトップどっちが強いですかとかっていうのも、まあ、本当にね例えば三角持ち合いの中にも、ね、えこの前ちょっと出てきたアセンディングトライアングルディセンディングトライアングルっていうちょっとまあ応用的な三角持ち合いの中の一種みたいなのがあってでそれで考えると実は、えー、とディセトラアセトラって 本まはもともとトレンドレスとして捉えられてたりとかする過去があったりとかして実はそんな強くないって思われてたりとかでそれに対してそこの中に3ゾーンが出てきたらそっちの方が有効になったりとかまあいろいろまあ何て言うんかな組み合わせてみると結果こっちの方が強く出やすいよねみたいなところもあったりすんねんけどまあその辺はちょっと難しいあの部分ではあるかもしんないんですけど基本的にもうチャートパターンで僕はあのねこれもう僕の中では極意やと思ってんねんけど あの何のチャートパターンで言ってもね絶対意識ラインっていうものが存在するんですよ。まあ、要は俗入えダブルボトム、えー、ダブルトップ三層、えー、逆三層で言うとネックラインっていうところこれがまあ俗、まあ、入意識ラインになるんですけど三角持ち合ったら上限下限とかねこの形やと、えー、この上限か下限を割れたらその方向に走っていくんですよっていうのが、まあ、要は三角持ち合いやんかの、えーまあ、最終的な形やん。 ねことは、意識ラインはこの上限と下限になるわけや。で、例えば三層ってなってきた場合は、ネックラインっていうのが意識ラインになるわけ。だからこの意識ラインを探すっていうゲームなんですよ。僕の中ではねはい。だから、まあ、それをこじつけてというか、えっと、それを意識づけるためのチャートパターンってなってるけど、結果的に、えっと、今現状の意識ラインは僕の中で、あくまで僕の個人的な見解としては0.32というところが今現状のえと意識ラインと仮定してます。だからこそそこに対して三層が出てくるかもね。 っていう、えー、ポイントになってくると。 この3ゾーンが果たして重要かって言われるとそうじゃなくて重要なのはネックラインなんですよ。ここだけ押さえといて今日はもうこれこれがすべてやと思う。最後の最後これリップル見てない人申し訳ない。申し訳ないけどこれがすべてです。だから僕の中で今一番直近の意識ラインが0.3人やと思ってるからそこに対してのチャートパターンっていうのを当てはめてるだけで、うん、実は3ゾーンがだ大事ではなくてこのネックラインを割るかどうかが大事。この意識ラインとされてるポイントが終わってくるかどうかが大事。で最終防衛ラインって言ってるこの 対してもねまたお前三尊はあくまでこのネックラインを割る、えー、過程としてあ三、の、尊、ー、っていう形を作、えー、言ってますけどこのまま0.3っていうのを割ってきたとしても結局僕の中ではこの0.3っていう、えー、ネックラインは強いと思ってるから割れたら、えー、ショートの目線になると、えー、こういうことでございますはいこれがもう僕の中での、えー、とチャートパターンの答えですねはい。 あのなのでまあ僕は3尊とかダブルトップとかが好きなので、えー、チャートパターンに当てはめて考えてますけどそのチャートパターンが嫌いな方に関してはネックライン意識ラインを探すって考えてもらったら多分結果的に同じような見方になるから <laughs> 3尊だろうが、ね、逆3尊だろうがネックライン、えー、ダブルトップだろうがダブルボトムだろうが一緒なので、はい、なのでこ,んなこういったところを見といてもらえるとあのー 形は違えど、見方が違えど、同じ答えにたどり着くみたいなところはあるかもしれないです。これはもう本当に僕は真理やと思ってます。だから僕がよくね、いろんな方見てます。フラクタルのね、あのー、巨匠で言えばロンポチさんですよ。であったりとか、ね、同じよく目線がかぶるルパさんであったりとかね、えー、が、例えばこう、ちらっと話し合った時に、あ、やっぱり見てるラインそこですかみたいなことがあったりするんですよ。それって結局、あのー、見方は違えど、 探してるものは一緒なんですよどこが意識されてるのかっていうところを探してるだけなのでだから結論としては同じところにたどり着くっていうのはそういうことなのかなと思ってますはいなのでまあこれが真理であり極意であると僕は考えてるのであの僕はチャートパターンが好きやからそっちを見るだけただみんながやらないといけないのはネックラインというか意識ラインを探してここ割れたら売られそうだなここ割れあの抜けたら買われそうだなっていうところを探してもらったらえ結果同じラインにたどり着くこともあるかなと同じ道、えー、と違う道やけど あのー、京都行く時に右ルートと左ルートがあんねんけど同じ道って。 違う道やけど、たどり着くところは一緒みたいなね。えー、ことになるから、<laughs> あのそんな感じで考えてもらえるといいんじゃないかなと思います。はいまあ、最後の最後にちょっと長くなりましたが、まあ一応こんなところで見ております。よというところなので、まあこの辺りを参考にしながら、皆さんのえー、シナリオ作りにお役立ていただけるといいんじゃないかなというところでございます。はい、ということで、えー、今週もえー、最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今日の動画が参考になったな。ああ、面白かったななんて思っていただいた方はぜひですね。チャンネル登録、ボタングッドボタン、あとはベルマークの通知をオンにしてですね。 動画が上がったり、ライブ配信があったら、ね、皆さんに通知いくようになりますから、えー、ぜひですね、チャンネル動画の応援をよろしくお願いいたします。あとは冒頭にも言いましたが、えー、ただいまですね、僕のお勧めしている仮想通貨の取り場のバイビットで、えー、特大のキャンペーン中でございます。えー、キャンペーン参加したいよという方はですね、えー、ぜひ動画の概要欄チェックしていただいて、えー、簡単3ステップ、入金いらずでございます。簡単3ステップを踏んで、えー、約4000円の USDT をもらった上でね、えー、お得にバイビットライフ、えー、スタートしていただけたらなと思いますので、ぜひこちらもご活用ください。はい、ということで、今週は以上で終わりたいと思います。 また来週月曜日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録。そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー